採用鉄道34-3300型は、かつて、日本国有鉄道及びその前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。アメリカ合衆国のボールドウィン・ロコモティブワークスから、輸入された、車軸配置2から6から2の単式に基等の法和式の、タンク機関車である。3030型や3250型とは、寸法が、 やや大きい程度の同型車で、メーカー規格では10から241、4D である。また、山陽鉄道32型は、本形式を、ークレイン4気等複式にした、同型機である。大きさが手頃で貨物用や購買専用に適したため、筑豊鉄道、万端鉄道、豊州鉄道及び、山陽鉄道により、計24両が導入された。 1906年に制定された鉄道国有法により、九州鉄道、山陽鉄道を経由して全社が間接鉄道に編入されている。全社が全く同形態というわけでなく、導入した会社によって、諸元や形態に若干の差があった。筑放鉄道では、1890年から1895年にかけて12両が導入された。 1897年に、筑豊鉄道が、九州鉄道に営業上としたのに伴い、九州鉄道の73型となった。その状況は、次の通りである。また、1898年4月8日に、幸い袋駅構内で、入れ替え作業中の13号のボイラー破裂事故が発生しているが、修復された。日本の鉄道事故九州鉄道上気機関車。 ボイラー破裂事故も参照。万端鉄道では1893年に4両が開業用として用意されたが、翌年に2が山陽鉄道2乗とされ6型とされるとともに、山陽鉄道では2両を増備し、同形式に編入した。万端鉄道では結番を埋めるため、4号2代目の2としている。その後、1903年に万端鉄道が 山陽鉄道に営業場としたのに伴い、万端鉄道に残っていた L1 型が23型として山陽鉄道に編入された。1894年に譲り受けた1両と1903年に編入された3両は同型のはずであるが、形式が分かれた理由は不明である。その状況は次の通りである。豊州鉄道では、 1894年と1896年に3両ずつ、計6両が導入された。豊洲鉄道は1901年に九州鉄道へ営業場としたため、同社の167が当たとされた。先に編入されていた旧築法鉄道の同型車と同じ形式にならなかったが、その理由は不明である。鉄道国有法による施設鉄道の国有化を受けて、 1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では3300型が与えられ3300から3323と改められた。会番の状況は次の通りである。国有化後の本形式は旧山陽鉄道のものは姫路から梅小路、広島、下関に移り旧九州鉄道のものは大里、若松、行橋、大分、 熊本などに分散して配置され、貨物列車懸引用や入れ替え用として使用された。廃車は1918年の3310、1922年の3314から始まった。1926年には、神戸鉄道局に4両、文字鉄道局に14両、建設局に4両の配置であった。1927年から1932年に、 かけて、次の13両が民間に払い下げられている。下記のうち、作鉄道に払い下げられたものは、1934年の同鉄道の国有化により再び国有鉄道席となった。作鉄道では3301の3303に番号を揃えていたため、書類上は国有鉄道時代の番号に戻されたが、2両は作鉄道時代のナンバープレートを外さないまま、 再び払い下げられた。本形式が最終的に国有鉄道から除籍されたのは1950年の3323であった。形式図3300から3302の所源を示す。宮所の京弁線立野の駅における混合列車の転覆鉄道災害記事大正7年度。ありがとうございます。